皆さんこんにちは。ハーブとアロマの癒しチャンネルのトミーです。今回も56種類のうちのハーブをですね、立て続けに紹介をしていきたいと思います。まあ、最近こういうハーブ&スパイスの、動画ばっかりですが、すいません。まあ、56種類までパパッと、先に行ってしまいたいと思いますので、今回も紹介していきます。今回はケッパーとか、まあ、ケイパーと呼ばれているこういうね、ハーブを紹介していきたいと思います。はい、ではケイパーでございますが、学名がケッパーズスピノザというね、結構なんか馴染みのあるような学名となっています。はい、まあ、右の写真のような感じで売られていますね。和名が風鳥木というね、ちょっと面白い和名となっていますので押さえておいてほしいと思います。花名は風鳥木科ですね。はい、風鳥草とも呼ばれています。原産地はヨーロッパの南部の方ですね。はい、で使用していく部位はこの種子のような感じですけども、つぼみと呼ばれている部分が使われます。定縮時期は4月ですね。はい、特徴成分が1つしかなくて、カプリン酸というのが特徴成分です。はい、で作用は解熱と消化機能活性化、適応が、消化不良となりますね。近畿は特に知られていない安全性が高いハーブとなっています。はい、続いて料理への活用法ですが、スモークサーモンに添えられている薬味ですね。はい、写真出してますけれども、こういう形でよく添えられている黒っぽいね、豆というか種子みたいなやつがこちらのケイパーでございます。はい、まあ、乾燥すると方向が弱いので、収穫したつぼみをすぐに酢であったり塩ですね、油などにつけて利用をしていくということですね。まあ、一番よく見かけるのはスモークサーモンの薬味です。はい、で続いての利用法ですね。あとは肉、魚料理のほか、タルタルソースなどにも入っていますね。はい、まあじっくり見たことないと思いますが、ケイパーが入っていると思いますので、タルタルソースを食べられるときは見てみてはいかがでしょうか。はい、あとは魚料理にね、よく利用されてこういう風に使われています。はい、あとはおすすめの利用法4つ目がサラダですね。はい、あまりサラダでは、日本では馴染みがないかもしれませんが、ヨーロッパの方では、原産の方ではこういった形でサラダと使われているようです。はい、最後にエピソードですが、酢漬けのケイパーには2000年以上の歴史があります。結構酢漬けが有名ということですね。はい、まあ、ぜひお試しあれということでございました。では最後までご覧いただきありがとうございます。今回ケイパーのご紹介でした。続いてのハーブでまたお会いをしていきましょう。バイバイ。